えっとライフサイエンス統合データセンターのセンター長をやってます、小原と申します。よろしくお願いいたします。あの、気候庁からもお話ありましたけれどもあの、ライフサイエンスのですね、 えーっとデータを統合しようということで機構ができて 3, 3年目か4年目ぐらいに作られましたで当時の,あの認識でありますけどもあのライフサイエンスはどうしてもあの、えー、たくさん大学病院で,です、ね、それぞれが研究者が作りますので、えー、バラバラであるどこに何があるのか分かんないそれから信頼性ですね注釈がなかなかついてないから人が使いにくいっていう大型プロジェクトがあるんだけど先ほどあの権利のことがありましたけどもなかなか公開をされないと。ババラバラで、えー、うまい研究 検査ができないえ、これをまとめるあの戦略がないということでですね。これ、何とかしろということがございました。で、まあ、そのためにあの dbcls を作ってですね。統合 db プロジェクトというものがまあ、文科省の下ですけどもで始まってで、あの jst のあのセンターとも共同でやってきたわけでございます。で、まあ,あの最初の方はですね。 あの、どこに何があるか分かんないということは、ま、DB ポータルということで、所在情報を明らかにしてですね、これはあの、大昔 CSTP で調べたときに、ま、こういうデータベースがありますよっていうことでありますけれども、今最近ではもうインテグバイオっていう、これはあの JST のところに置いてありますが、え、1543件ですね、え、のデータのカタログができておりますし、これのま、簡単な、その、いわゆる横断検索はもうできております。さらに受け入れっていうのがありましたけども、これはあの、我々研究者はですね、作るのはいいんだけども、それをメンテするのは非常に これがありませんから難しいというところもですね。ちゃんといただければ、あのメンテしますよ。という受け入れ体制ができております。これもあのいくつかたくさんのものがあってですね。これも権利関係に関してはあのクリアしておりますので、ダウンロードできるとい自由にあの再利用できるという形になっております。こういうことをあの2、3年以降はですね。jst の nbdc ナショナルバイオサイエンスデータベースセンターと一緒になって、まあいろんなあのじょあの事情がありまして、あの一体的な運用として共同研究を進めてまいりました。ただ、これはあの？ 集めてとにかく使えるようにするってことでありますけどここから知識を得ないといけないということでこのデータの再利用をするあるいは、えー、検索といってもですねデータそのものをやっぱりあの集めてあの意味をつけてあの新しい知識を探りたいということで新しいこれは JST が作ったあの ロードマップでありますけど、一番下に、ね、あの、整理する、探す、つなげる技術ありますよね。で、これはあの、え、これまでは、あの、データといっても、まあ、ドキュメントがたくさんあってっていうことがありますけど、データそのものにアクセスをして、え、それを意味をちゃんと分かった上で再利用、あるいは、あの、まとめて使いましょうということをしたいということでございます。で、そのためには、生物系でも、まあ、これはどこでもそうだと思いますが、え、データには、その、どうやってつくあの、取ったのかっていう、その、えー、 説明は必要でありますし、それからあのえー、っと採用するためにはどうしてもそのまあ、いわゆるメタデータというものを必要であります。からあの使っている用語に関してもですね、取り決めが必要でありますし、まあ、辞書というものは必要であります。こういうことをやるためにですね、私たちはま次のあのまあ、データドリブンのためのデータベースを作ると、あの統合データベースを作るというためにあの RDF というまあ、セマンティック。 の技術ですね、これを使うことを考えてやってまいりましただからまあデータそのものはもうポータルもできてるしどこに何があるかはどんどんたまっておりますけどそれを本当に統合的に利用するという技術を開発しているということでございますでデータ成立し尽くせばですねこれはいろんな使い方もできますし省力化あれメンテナンスもうまくできるということがありますのでこれをやっておりますで RDF っていうのはリソースディスクリプションフレームワークというものの略でありますけど データそのものいろんな流度があって解数もたくさんありますけれどもどんなものでもですねものとから実語それが何であるか、えー、あああ目的をとそれが何であるかっていうその3つの,あの組みでですね表現をすると。 だからあの一つの遺伝子に関してもいろんなこの組み合わせの表現があるわけですけどもそれを全部あのやっていくでそれぞれについて全部 URI とありますがユニークなアイデンティフィケーションのための番地をつけるとこういうものでございます。でそうすると、まあ、あの全ての,もの,あのデータはですねあのあのものとそれから実語とそれから目的遺伝子この遺伝子は何とかを制御するとかですねいろんな言い方でできるわけです。でこれをグラフにしていくとあ,のああいう大きなグラフになってまいります。 でまあ、例えば遺伝子は名前がありますし遺伝子は塩基配列がありますし例えば薬だったらエフェクトがありますし、えー、っと構造もありますで遺伝子が何とかの,あの、えー、っと薬剤に対してですねあの、えー、っと阻害されるとかいろんな関係も出てきますそういうものをこうグラフにしていくとあのどっかでつながってくることがあるわけですね。でそれをあのつなげてていきますと2つの関係が見えてくる まあ、友,達の友,達友達の友達をずっとたどっていくとあ,のある人はアル,アルカイダにつながると言いましたけども数人であのそれはちゃんとした辞書を使えばアルカイダじゃなくて正しい友達が分かってくると、まあ、こういう整理の仕方をするわけですねそうするとあのこれまで分からなかった関係が大量のデータの中から見えてくるとこういうことをあの提供したいというこれはまあ統合データベースの概念でございますでその、えー、っとさ探すときに使うのがこのスパークルといいましてあの検索の言語であります こういういスパークルの,あの,あの文章を書きますと投げるとあのあの適切な関係のものがあのデータとして出てくるということでございます。こういうものを用意しようと。例えばこれまだ一例でありますけどもえーとロードと言いろいろとキュエってィましてリンクドオープンデータに対してクエリを投げるものでありまして。 字がちっちゃくて申し上げりませんが。ステップアウトところで,ですね。自然分で投げます。これはまあ、英語でありますけど、これ、は例えば。アルツハイマー病にアソシエイトする遺伝子は何ですかっていうのを投げると、えー、っと、この中を、あの。 右側にありますスパークルを書いてです、ね、であのデータベースに投げるとちゃんとその、えっと、関係する遺伝子がのアンサーが出てくるとあの、まあ、あの Google があのやったら答えるようなことがです、ね、どんどんできてくるということでございます。でこれはあのデータアカデミックなデータに全部あの適用できるようにしようとこういうことでを頑張っております。 でこのためにはデータがたくさんないと意味がありませんから、まあ、今高速道路を作ろうとしていてですね、まあ、まだ部分開通のような状態でありますけどもこれはこれまで JST と一緒にな JST のファンディングによって微生物、人ゲノム植物ゲノムあるいはタンパク質それから遺伝子発現とかですねいろんなことをやってる研究グループにファンディングをしてそこのデータベースを RDF 化してくださいということでやってまいりました私たちのセンターはそれをサポートするということでございますであのこれ すでにもう自由いくつができましたのでこれを標準化をしてですねでポータルサイトを作って利用できるようにするということでございますでこの標準化はまた非常に重要でありまして国際的に、えー、っとあのバイオハッカソンというものをやってですねこれに関係しているヨーロッパアメリカの方々と一緒になってですね標準化を進めてまいった次第でございますで最近の調理これはセマンティックウェブはあの平成13年2000年にですねあの 提唱されてきましたけれども、まあその後だんだん広がってきてですね、現在では下にありますようにヨーロッパ、まあヨーロッパのユニプロットが一番早かったですけれども、私たちも結構早くから始めてから反対の PDBJ タンパクのデータベースも割と早くやってですね、最近ではこのアメリカイギリスあヨーロッパのデータベースがどんどんあのハルハルデスが進めているという状況でございます。でこれをやるとかなりあのデータのそのメンテが非常に楽でなりますので、えー、っと、えー、コストも下がるという。 メリットもございますでこうやって、まあ、バイオハクスもやって標準化をするということで、まあ、こういうことを進んでまいりますとですねこれは赤い点は日本でこれまでやったデータベース。 でありますし、から青いのはアメリカ、オレンジは欧州でありますけれども、こういうあのたくさんのデータベースがですね、さっきさっき申しましたグラフになっていってつながっていくとこういう形でございます。それであのさまざまなクエリに対して関連するデータをあの一問大事に集めてくるということをあの提供したいということで頑張っているところでございます。で、まあこのためにですね、えー、っと私たちえー、っとこんだけのメンバー、スタッフ21名 客員の先生方5名ぐらいが私たちはあの新たに作ったセンターですのであの居場所がありませんし、まあ、定員もないんですけれども一人あの今回あの後藤さんが来ましたけれども柏の東大の,あの柏のキャンパスの駅前の建物の6階から DDBJ との連携も非常に必要ですので一部は三島の遺伝圏の中であの4階に入って。えーあの 我が国のすべてのライフサイエンスのデータをうまく統合するように。えー、やっていこうということで、進めて。まいっております。えっ、ー、と、以上でございます。じゃ、次は、同数件、あ、じゃあ。あの、なんだっけ。吉野先生のお話、はい。ありがとうございます。えっと。人間社会データ構造化センターの吉野と申します。よろしくお願いします。えっと。 これは外にも貼ってあるあのポスターでございますけれども、えー、我々の人間社会データセンター、えー そっちの方面のいろいろなデータをね、扱いということだったんですけれども、実は、え、先ほどの、え、人間社会、え、人間文化の佐藤先生がおっしゃったようにね、データに対するイメージっていうのは、臨接分野でもかなり異なった意見を持ったりね、イメージを持ったりした人が多いので、え、それぞれの理由があってそれぞれ独立に発てしたものを一緒に連携しようとね、えっ、ー、と、構想は素晴らしいんだけども、なってもなかなか苦労するところでね、実は、 えと我々の方もあのこの何ヶ月間すごく苦悩したんですけれども、まあ、結果から言えば、えー、真ん中に水色である人間社会データコンプライアンス管理プラットフォームという、ね、ものを構築する中で、えー、いろんなデータを連携したり統合する中での問題を解決しながら、えー、データ公開を、ね、図って検討しようということに、ね、あのしました。でさててて、えー、これはまあ一応単位名分が書いてあります、えー、大学利用機関共同利用機関として社会調査データ 公的調査のミクロデータ、ソーシャルビッグデータの収集や公開のために人間社会データコンプライアンス管理プラットフォームの構築する。その利用向上のためのデータ構造化を進める。これを展開する中で、まあ、全国にオンサイト拠点を、えー、構築し、それを通じて官民学のデータ利用コミュニティを形成し、環境治安経済を含む各種の社会的課題の解決のための実証的研究を促進させる。まあ、第二名分です。 どこまでこれができるかっていうのは大問題でしょうけどでさて、えー、と一応形として、えー、社会調査データあと少し説明しますそれから公的ミクロデータこれはまあ政府関係のデータですけどもそれからソーシャルビッグデータまあ最近入りの言葉ですけれどもこういったデータを統合してアーカイブを整備するってことがまあ一つあります。えーと 調査データの方は私吉野のグループそれから、えー、公的ミクロデータの方は東杉の山下先生が中心となったグループそれからソーシャルビッグデータの方は情報研の曽根原先生が中心になってるグループの方たちが従事していますでこれらを展開する中で新たな調査データ収集システムと解析システムの開発をしていこう それから実証データに基づく、結果として実証データに基づく人文社会科学の発展と、政策立案の実現のための研究基盤を発展させていきたいという趣旨でございます。でえー、と今申しました3種類のデータに対応して、それぞれの事、まあえー、業が、えー、と主にありますけれども、まあ、もちろん相互に連絡し合いながら、連携したシステムを作っていこうという、えー、趣旨でございます。でえーとですね あまり時間がないので、えー、ちょっとなって申し訳ないんですけれども、えー、っと社会調査データ絡みに関してはちょっとまあイメージを与えるためにちょっとお話ししますけれども、えー、っと皆さんね最近のアメリカの大統領選挙で世論調査に基づく選挙予測が大はずでした。 あるいはその前ではイギリスでは EU の離脱の問題では、ね、国民投票とかその前の、えー、と全国の選挙の、ね、予測も外れてるとまあアメリカイギリスだけじゃなくてそこら辺外れてるんですけどもねでそれから見ると、まあ、日本は日本でも問題があるんですけれども、えー、ときちんとした統計的評論抽出理論に基づいた面接調査に限っては日本は例外的に えー、住民基本台帳とか、えー、選挙人名簿が整ってるんでね、比較的各区に比べるとね、でそれを基づいて、えー、と調査したものは比較的まあ信頼できて大、ね、間違いまでは至ってないと、まあ別の問題があるんですけども、ね、実はね、まあ、えー、とそんな感じです。で、えー、と。 しし話しますけれどもこれは、えー、と統計数字研究所が戦後にねいろいろ調査表に出てない調査もたくさんあるんですけどねまあこれは表に出て国民性絡みの、えー、調査で、えー、日本人の国民性が1953年からずっと続いてます5年ごとにやってるんですけどねまあ、えー、とちょっとイメージ与えるたびに、えーね、少しお話ししますとまあ実際には日常生活の人々の、ね、意識をいろんな側面を聞いてるんですけれども えっと、先ほどからあの世はあの世の言葉がた何度も出てるので、一つ思い出したのは、えっ、ー、と、毎回聞いてるわけではないんですけども、50年以上前にきちっと聞いて、あの世を信じますかあの世の存在を信じますかっていうのが言葉だったんですね。皆さん信じる人ってす。信じない おかしいな、ね。<laughs> いや、割と多いんですよ。あのね、ちょっとすいません。正確な数字忘れちゃいましたけどね。で、それずっと聞いてなかったんだけども、しばらく数年前にまた復活して聞いたんですよね。そうすると、50年以上前も今も、女性の方が存在を信じる人が多い。男と比べてね。それは一貫してると。だけども、年齢層を比べてみると、昔は、戦後すぐの時は、年寄りがそういうのは信じてたけども、若い人は合理的でそんなことは信じてなかった。ところが、 今はそれがが逆になっっっちゃってて若い人の方よっぽど信じてるとで残念ながらそれ時系列は調べてないのでちゃんとしたこと言えないんですけれどもそれは何か老若の感じが変わったのかあるいはそうじゃなくて50年以上前今の年寄りっていうのは若かったわけだから、えー、と昭和10年代に生まれた人っていうのはね、えー、とそ,れよりも年それよりも年上の人たちと比べてもあるいはそれよりも年下の人たちと比べても特別な意識を持っている人がね多いんですよねつまりほら戦争終わってね。 価値観がすごく変わっちゃったでしょ。だからいろんなことを信じない。宗教とかいろんなことを含めてね。そ,れそういう意味で合理さ、はがいて、それがずっと続いてきちゃったがためにそうなるのか、あるいは実際に時代の効果で、えー、年寄りとね、若者が変わったのか、それはちょっとわかりませんけども、まあ、オウム真理教の事件の時にね、えー、と、理科系の工学例の人たちがね、いたって、騒ぎましたけども、それは逆に不思議じゃないことであってね。別にあの、工学歴の理科系の人はみんなで、ね、カルトをやるっていう意味ではないですけども、ね、そういう、あの、 科学は科学で一方にあって、その魂を信じるとかね、そういうことは別の問題でね、日本人にはありそうだと。まあ、ごめんなさい、余計なこと言いましたけども、そういう感じで、海外に住む日系人を含めて調査を含めて、ヨーロッパの人たちとか、アジアの人たちと比べたら国際規格のデータがどんどんついています。その間に、まあ、いろんな多機関、多大学等の人たちとのいろんな調査のデータも積み重なっています。で えー、とそれからデータアイカイブ構想っていうものに関しては、えー、戦後のね比較的、えー、と古い時代から、えー、各国でもデータ収集が行われてて日本もそういうのを作らなきゃいけないっていうのが、ね、ずーっと長い間続いてたんですけれどもまあそのこ細かい歴史を言うとねもう膨大な流れになるんですけれども、えー、簡単に言いますと。 えーえー、近年では学術会議の方でも一応また提言するこれまあ1回目ではなくてねあの直近のものはこれだということです。でただこれ見てましたねあの私も二十何年間これでね大先生とくっついていろいろ構想を考えてたんですけどもなかなか日本では実現しなかったんですけど最近の様子見て,見て、ね、海外では立派なのがあるけど日本にはそれほどじゃないけどまあちゃんとみんなが頑張って作り始めてるのもある。だけども どうも IT 技術の発展で一貫間にデータをたくさん全部集めちゃうという話よりも分散して、ねえー、とそれぞれのところでやっていると。でまあその需要と供給のバランスを考えながら、まあ、現実にふさわしい在り方を求めているような感じがします。さてこれ今度は公的ミクロの話をしていきます。えー、と公的ミクロデータっていうのはまあ政府が集めてる、まあ、政府のデータっていうのは多くの場合内閣府のえっと 大臣広報室で管理して各省庁の調査を取り仕切って調査することが多いんですけれどもそういうデータが総務省系の独立行政法人の統計センターを中心としてそういうインフラがあって収集されています。でそれは順次公開されてそういう活動がどんどん広まってますけれどもさらに日本全国にオンサイト協定と称するものを置いといてそこに集まってまあ 一般公開ができないようなデータのレベルでも扱えるようにしているそうです。それは我々のグループの山下グループたちを中心に展開して支援してそれを進めようとします。またこのグループはアジア人材育成事業などを含めて海外との連携も進めようとしています。進めていきます さてもう一つソーシャルビッグデータですけど皆さんの方がよくご存知かもしれませんけども駅の改札での人の移動とかねあるいは観光客の移動あるいはコンビニなんてでのいろいろなね顧客が何を買ったとか何歳の男の人がどんなものを買うとかねそういうようなデータを増えたビッグデータっていうのは活用がいろいろやってますけれどもそういう情報を集めて 各地方自治体と協力してあげて、観光を盛り上げるとかね、産業を盛り上げるとか、そういうようなことを考えているそうです。で、ただ、えー、っと、今までいろ,いろいろデータを申しましたけど、いろいろ別種類のデータのことを申しましたけれどもえ、いろいろ一つ一つは問題ないデータでも、連携して統合しようとなると、いろいろな個人情報の問題を含めて、 いろんな問題が上がってくるんだなというのがだんだんと具体的にやり始めて、ね、分かってきます。で、それも含めて人間社会データコンプライアンス、個人情報を含めるコンプライアンスを管理したプラットフォームを構築して、でそのシステム自体を、まあ、地方自治とかね、いろんな大学に提供するようなことを将来的には考えていますす以上ですよろししくお願いします。 神武学オープンデータ共同利用センターの準備室長を務めております北本と申しますえっ、ー、と今日はこの神武学オープンデータ共同利用センターまだ準備室なんですけれどもえっ、ー、とまあどういうことをやっているかということをご紹介したいと思います神武学オープンデータまあオープンデータというのはいろんなまあ側面があるわけですけれどもまあ大きく分けて例えば利用が促進できるとかですね 透明性が確保できるですとか、みんなが参加できるというようないろいろな基準があります。で、我々としては特にこの参加というところを重視したいと思っています。で、先ほど佐藤先生からですね、あの本は図書館に行って読めばいいっていうようなお話があってですね、まあそれを否定するわけではないんですけども、実際そうではないという側面はいくつかあります。例えばですね、まああのその図書館っていうのがですね、1キロ こういうところにあったらどうですかっていうことですね。あの実際事務学の本って一転物が多いので、その本実際には1000キロ行かなきゃいけないってことがあります。で例えばですね、まあ、アメリカの研究者がそれ研究したいってなったらどうでしょうか。それ海を渡ってこないと読めません。で実際にですね。 中国のデータオープン化されているのに日本のデータオープン化されていないから中国の研究しようっていうような大学院生が実は出てきているんですね。ですからこれ図書館に行けば済むって話ではなくてやっぱりオープンデータにしてこの研究自体をいろんな人が参入できるようにしないと研究自体が盛り上がらないというような状況があります。ですのでそういうところを含めてこうオープンデータ化を進めていくというのが一つ重要な課題になっています。で、オープン化にあたってですねあの 3, 3つの 関係者といいうのを考えています一つは研究者ですねこれは当然でして我々のデータを使っていかに研究が進むかというところで研究者が研究データをより深く読んで分析していろんな新しい知見を得ていくとそれが一つの方向性です。でまあただ先ほどあたかさんの話もありましたけれどもやはりエクスポネンシャルに読んでいくと。 エクスポネンシャルに情報を処理していくには機械の力を借りないとどうしようもないので研究者が使うってだけではなくていかに機械が使いやすいデータにするかということが一つ重要な課題になってきますでこれはですかデータの量を増やすっていうところになりますでもう一つこれも佐藤先生の話にありましたけれども事務学データは非常に多様ですですんで定型化されたデータを自動化でエクスポネンシャルにっていうわけにいかないデータも結構あります ですでそういうところはやはり市民が協力して、まあ、解読していくとかですね、まあ、いろんな多様なところを広げていくっていうところはやはり市民が重要です。でもう一つはやはりこのデータを使って、まあ、市民自体が学習していくと賢くなっていくというようなところも一つ重要なオープンサイエンスの課題だと考えています。でその一つ今までやってきたプロジェクトの一つ例として、まあ、この国文学研究資料館。 とやってていいる共同研究についてご紹介しますこれは我々の人文学オープンデータ共同利用センターは人文学データのオープン化を促進するというところですけれどもこれは統計数理研究所と我々の国立研究所の研究者が一緒に取り組んでいるものです一方国文研の方ではですね日本の歴史的転籍30万点をデジタル化するプロジェクトというのを進めていますこれは非常に大型のプロジェクトでまああの 日本の30万点というのは全部ではないんですけど、かなり大きな部分をデジタル化して公開するというところを取り組んでいるものです。で、えー、一つの、えー、基礎となるデータとして、このような研究者のためのオープンデータとして、日本古典籍データセットというのを公開しています。でこれはあの、えー、先ほどから何回か出ているくずし字っていうもので書かれてまして、まあ、この江戸時代の、えー、この 指示を読めればここのデータが活用できるとということになりますでまだ今のところはですね、まあ、先ほど30万点デジタル化と説明しましたが今のところまだ70 700点の公開にとどまってますので、まあ、今後どんどん増やしていくいのが重要で、まあ、これはえっと本国テキストというのは一部ですからテキストとして読めるというのは一部しかありません。 基本的には画像ファイルと書士のメタデータが入っているようなオープンデータです。でまあこういった画像公開をすることによって、まあ、ページめくって読んでいくことができるわけですけれども、まあ、これはこのデータを活用できるのはそのくし字が読める研究者だけです、ね、ですから私としてはこれだけでは十分じゃないと思ってます。というのは崩し字読める人っていうのは 日本にすらすら読める人は日本に数千人程度しかいないと言われてまして日本人であってもこれほとんど活用できないわけですですからこれを公開してオープンデータっていうだけでは十分じゃないと思っていますでそのためには、えー、まずその機械が使えるデータにしないといけませんということで機械が使えるデータは何かということを考えますとどこに何の文字が書かれているかっていうような、えー、いわゆる 教室付きデータというんですけれども、機械に教えるデータですね。ここの範囲にこの型っていう文字が書かれてますよということを切り取って教えてあげるようなデータ。でこれは日本古典籍時計データセットと言いまして、これを使うと、例えば機械が学習して文字を認識するということも研究として可能になるわけです。で、一つの例としてこの変態仮名アっていうことなんですけれども、これは全部アっていう文字です。で、これを見ますと、 まあ我々が読めるあとですで、ね、なんか違う形のあがあります。これはえ実は変態がな語と言いまして、まああの元となる漢字が異なるあですね。ですから江戸時代はあが何種類もあったんですけど、今はこのあしか残ってない。かつてあった幻のあみたいな感じです。でこういうのを見るとですね、まあいろんな文字の違いがあるなということがわかりますし、まあ人間が実は賢くなると、人間これを読んで学習していくようなデータにも使えます。 機械が学習するデータとして、まあ、現在8万6,000文字のデータがあって、まあ、この間の末は40万文字になるというところで座標情報が入ってますのでこの画像のどこにど何の文字があるかということが使えますですからこういうものを使って機械学習すると、まあ、文字認識のプログラムが作れますただ、まあ、この40万文字っていうのは実際は全然十分じゃないと考えてまして、まあ、もっと何 2桁ぐらい多い文字数がないとなかなか全部は読めないのかなと思っていますでさらにその市民のためのデータとして、まあ、これを実際にこういったものがある活用するにはどうすればいいかという例をご紹介しますでこれはあの実は料理の本でこの料理のレシピが書いてありますこれは冷やし卵まごという料理のレシピなんですけれども、まあ、これ読んでですねこれをそのまま作れる人はほとんどいません いろんな問題があって使えないんですけど、まあ、それをこういって、えー、料理レシピデータセットとして、まあ、現代の人がそのまま料理できるような形にすれば、まあ、使えるとですから利活用を進めるためにはいろんなことをやらなきゃいけないわけですでこれも佐藤先生の話ありましたけど翻訳ですねこのデ,デジタル化するだけで十分じゃない崩し字を本国でこれであの、まあ、いわゆる古文の状況になるんですけど、まあ、古文も読めないで現代語訳します さらに現代語訳をレシピ化してやると、まあ、このまま作れるようになるでさらにそのクックパッドで公開するというのをやりましたでこれは、えー、と我々のセンターのウェブサイトで公開するだけではなくてクックパッドというような一般の人が使うプラットフォームに載せることによって、えー、データをファインダブルにするというような意義がありますでこういうことをやりますとです、ね、非常に大きな反応がありましてまあ この NII のツイッターアカウントなんですけれども NII のツイッターアカウント史上最高の反応があったツイートと言われています。で、こちらの方はもっと反応が大きくてですね、この江戸料理がトックパートにあることには非常に未来感を感じると言っています。ですから非常にこう一般の人にとっては未来を感じるようなデータの公開になったというようなメリットがあります。で、まあこれまでは江戸時代の本ですけれども、 えとまあ、近代のの本というのも課題ですあの最近の本は OCR できるんですけども近代の本というのはやはり OCR 難しいので解読されてませんですので、まあ、デジタル化はされてるんですけども文字化されてないということでこの課題を統計数理研究所と国立航空研究所の共同プロジェクトとしてもうちょっとその明治大正戦前ぐらいのところまでやろうということをやっています。 ということで、まあ、このような課題ですけども、まあ、我々としてはディープアクセス技術と呼びたいと考えていますつまりデータのメタデータでアクセスするっていうんではなくてデータの中身ですねコンテンツの中身までアクセスできるような技術が必要だと考えていますでさらにですねこれを我々だけでやるんではなくてコンテストとして、まあ、例えば崩し上プデータを用いた文字式コンテストを開催して、まあ、みんなで解こうということを、えー、今年度企画中です、まだ 決まったりなんでですすすけど今年度開催する予定ですでこういったことで、まあ、研究コミュニティとして、ジェム学研究のコミュニティに、まあ、役立つようなことを、まあ、やるということは重要ですし、まあ、そのために研究データ基盤が必要であれば、われわれの方で作ることもできますので、まあ、そういう関心がある方はぜひ、えー、コンタクトしていただきたいと思います。で、えー、最後、重要な情報なんですけれども、えー、センターではこういう 先ほどの崩し字解析のような画像言語解析挑戦に興味ある方の研究を募集してますのでぜひウェブサイトをご覧ください。ありがとうございました ゲノムデーータタ解析支援センターの野口ですすよろししくお願いします我々のセンターではもう名前の通りゲノムデータを扱っておりまして解析支援を行っているということで大学とかいろんな研究機関の研究者の皆さんがお持ちのゲノムデータこれをバイオインフォマティクスの技術を用いて解析をするとそのための解析技術を提供しているセンターになります。 で具体的にじゃゲノムデータってどういうデータかっていうことなんですけど皆さんご存知のように、えー、生物種っていうのは、まあ、動物植物からまあ微生物まで、まあ、どんな生物種であっても、まあ、細胞の中にゲノム DNA を遺伝情報として持っていますあるいは細胞の中には DNA 以外にも、えー、そこから転写された転写産物ですね RNA なんかも存在してましてこれをまあ計測機器で計測したデータがゲノムデータということになります でまあ、計測機器自体にはいろんなものがあって、まあ、例えば DNA マイクロアレイだとか最近だとアイリスとか装置があるんですけどやっぱメインで現在使われているのは DNA シーケンサー DNA の情報 ACGT の配列をも直接読み取るっていう装置を使って出てきた塩基配列のデータっていうのが主に取り扱うデータということになってきます。ただ問題は これらのデータというのは基本的には ACGT の配列、どれもこれも ACGT の配列なんですけど、生物種が違ったり、実験条件が違ったら、その意味することというのは大きく変わってくるわけで、当然解析の方法というのも変わってきます。そういう意味で対応であるということと、もう一つの大きな問題が、そういうデータが大量に出てくるというところです。これによって、なかなかこう解析が困難だという状況が。 ございますでそういう大量のデータが出てくるようになったその背景にこの次世代シーケンサーと呼ばれる、えーまあ、新しいシーケンサー新しいっていってももう10年ぐらい前に出たものなんですけど、えーまあ、こういうものが登場してきているというのがあります。で、えっと、こちらの写真は、えっと、遺伝犬の先端ゲノミクス推進センターに置いてある、えー、シーケンサーで上がイルミナのハイセックというシーケンサー。 で下がパックバイオの、まあ、どちらも次世代シーケンサーと呼ばれているものなんですけど、えー、ゲノムの DNA というのは、まあ、例えば、えー、人のゲノムの場合は3ギガ30億円きついあるわけですけど、えっと、このシーケンサーというのはその30億円きついが端から端までつらっと連続で読み取れるというものではございませんで、えっと、ゲノムの非常に短い断片を読むことしかできないと。 配列リードって呼んでるんですけどそのリードの長さっていうのは、えー、ハイセックの場合で最大250ベースでパックバイは若干長いんですけど、まあ、それでも1万5 0平均で1万5千円きついぐらいしか読めないとで非常に短い配列しか出てこないということですねただ数の方は大量で、えー、とハイセックの方だと,、えー、と1と一連あたりそのシーケンサーの最小単位で、えー、大体2.5億本 ぐらい出てくるなので掛け算して約 60, ギガ60数ギガのデータというのが一度に得られると。パックバイオの場合はまあ若干数としては少ないんですけど、まあ、それでも全世代のシーケンサーキャピラリーのシーケンサーというのが96本とか384本とかそれぐらいだったんで、まあ、それに比べるとやっぱりまあ100倍以上のデータというのが一度に得られるようになってきてます。 でこういったものが出てきたおかげで、えー、こちらは、えー、シーケンシ,ーシングにかかるコストで、えー、縦軸が、まあ、コストの対数とともので、えー、先ほど北学気候庁の方からお話ありましたけど、えー、計算機の、えー、処理速度の向上よりもそのデータの増えるスピードの方が圧倒的に大きいよっていったお話を、まあ、コストの面で見た絵になります。 こちらがコンピューム、ね、アの法則に従って順調に下がってきていてシーケンシングのコスト緑の方も同じように2007年ぐらいまで同じように下がってきていたんですけどここで次世代シーケンサーが登場してくるともうそれよりも非常に速いスピードでコストの低下が起こっていると。で、まあ、コストが下がってくると。 どうしても皆さん使いたくなってくるということで、やっぱあのゲノム情報っていうのは生物の基盤の情報になりますんで、まあ使えるんだったら使いたいということで、えっといろんな分野の先生方がまあゲノムデータを取得するようになってきました。ただまあこれまで配列を扱ってこなかったような先生がいきなりこう1ファイル50ギガとか60ギガになるようなデータ2.5コホンと、えー、それをまあ複数 数十億本とかいうデータを扱わなきゃいけないとなのってもなかなか対応ができないということで実際にはデータが解析されずにこう眠っているっていうようなデータもたくさん出てくるっていうような状況になっているということで我々のセンターとしては我々が持っているそのバイオインフマティクスの技術解析の技術っていうものをいかしましてこれらのデータを解析して共同研究という形で解析を回したり。 あるいはその研究者が求めるような結果解析を行うためにはそもそもどういうデータを用意してどういう解析手法を取ればいいのかという,ようなそういう技術的なアドバイスなんかをしていくことでゲノムデータ駆動型の研究というのがちゃんと回るようにしていこうというのが趣旨であります。でまあ、実際じゃあどういうい データ解析をうちのセンターで行っているかということなんですけど詳しいことはポスターの方にまたお越しいただければと思うんですけれども簡単にご説明しますとまずはレノムと新規にゲノムを決定するまだゲノム配列が決まってない生物種のゲノムを決定するだとかあるいはもうすでに決まっているものの別の個体とか病気のものとかを調べて変異箇所を調べるゲノムリシーケンスと。 あるいは発現している遺伝子とかの解析ですねトランプス、トランスクリプトーム解析とそういう幅広い解析を行っています。で、今年度はご覧の11課題で支援依頼がありましてちょっと中身についてはまだ解析中なのでお話しできないんですけれども生物種としてもかなり幅広く哺乳類、 いやまあ、昆虫魚類で植物とかあるいは幻覚、まあえー、生物とか、えー、とひ非常にいろんな種類の生物種の解析依頼が、えー、来ております。でまあ、えー、と来年度以降も引き続き解析を続けていくわけですけども、えー、とその解析の依頼っていうのは特にこう期間を区切って。えー 募集をしているというものじゃございませんのでこちらのホームページの方に来ていただければそこで随時受け付けるという形で行っています。でまたその解析支援を続けていく上で効率化のためにはパイプラインの構築だとかあるいは新しいアルゴリズムの開発ということも並行して,続け並行,して行っていってうまくこの解析支援事業が回るように。 やっていきたいと考えています以上ですありがとうございます はい、それではいデータ融合計算支援プロジェクトというのは、まあ、データ融合計算といってもそんなにその一般的な用語ではないかもしれませんがやろうとしていることはシミュレーションとそのデータサイエンスを融合したその研究の手法研究手法アプローチをいろんな分野に展開していこうというものです。 現在やっていることとしては、すでに、えー、研究相談の受付とか共同研究の実施を通して、まあ、多分野に展開していくこということをしていて、ついに共同研究をまあ受付中といったところです。でまあ、今後あの、あの我々の持っているノウハウですとか、その我々の手法をまあソフトやア化したものをまあ整備していって、えー、公開に向けてまあ整備、今、準備を進めているところです。またその セミナーとかハンズオンとかそういった活動を通じて、まあ、これはまあ来年以降やろうと思っていることなんですが、えー、あの我々のまあ研究手法をいろんなところに展開していくということを、まあ、これがあの我々のプロジェクトのまあ概要です。でまあ、具体的にその我々がも持っているその、えー、と技術というものなんですが、えーまあ、あのシミュレーションと観測をまあ統合した、えー、研究手法というのを やろうとしています、えー、先ほどまあ北川先生とか安浦先生とかのまあお話にもありましたシミュレーションっていうのは、まあ、あのまあ第三の科学と言われ, <laughs> 言われてまあ一つまあ前の,あの世代の,あのまあ研究手法かもしれませんけれども、えーまあ、今でもそのスパコンとかでいろんな分野で高精度なシミュレーションがまあ展開されていると。であの研究スパコンの,その まあ性能が上がるとともに計算量はもうどん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 増えていっていてまあ,あ,のあともう一つの問題としてはあのインプットを与えてやらないとその結果がまあ出てこないといった問題がまあシミュレーションにはありますと。一方その観測データまああの最近もいろんなたくさんのデータがいろんな種類のデータが取られていますけれどもえまああの このシンポジウムでは、まああのまあ、皆さんは問題意識を共有されているとは思うんですがその、まあ、どうそのデータからその意味のある情報意味のある知識を抽出するかというのがまあ問題になってくると思います。で、まあ、我々、まあ、そ,そこでですねそのシミュレーションと観測をまあ融合させてですね、まあ、要は第3の科学のアプローチと第4の科学のアプローチをまあ融合させたような、えー、アプローチを提案させていただいて まあ展開しているととったところであります、えーでまあここ、まあ、上に書いている絵はそのシミュレーション、まあ、あの概念的に表す絵でシミュレーションっていうのはまあ基本的に入力変数があったり、まあ、パラ入力パラメーターがあってそれ与えたもとでその出力を何か返すというものですで大体まああの出力っていうのは何かまあ部分的には観測できるようなもの になってますで、えーと、そのシミュレーションを実行するときの,の計算量がすごく重いといったような状況のもとで、その y から x タ、えーとまあ要は入力何をまあ入力したのかとか、えー、どういうパラメータ設定で実行したのかというのをまあ推定したいという方法として、そのデータう化と呼ばれるあの手法があります。で、もう一個あの別のアプローチとして、えー このシミュレーションの振る舞いをですねえまあ要はデータサイエンスのアプローチを使ってシミュレーション模倣するモデルを作ってやるとえまああのシミュレーションって計算時間がすごく時間がかかるものですからこれをえ簡単なモデルである程度そのローコストでえ予測を行うといったものをえ作るまあエミュレーターというものをまあ作ってやると。 ここに、まあ、提示しているような2つのアプローチが、まあ、主な、えー、そのシミュレーションと観測との融合という意味ではあると思うんですがこういった方法こういった方法はその、まあ、いろんな研究分野で展開できると考えていますのでこれを、えー、進めていきたいということですね。でまあ、あの今後の展望とし,し,しましてはですね、えー まあ、観測データがありますとそこからその、まあ、いろんなデータを組み合わせてまあ解析してやってあのそれをまあシミュレーションに、まあ、データどうかと呼ばれる手法を使って、えー、シミュレーションに食べさせてやるとでさらにそのシミュレーションの,その振る舞いをです、ね、あの模倣するようなまあモデルを作ってやってでそういう模倣するようなモデルを作ってやると何ができるかと言いますと、えーまあ、ど,どういったところをあの えー、うまくデータを取ってやればよりそのななんていうかな、えー、よ,よりまああのあのシステムの改善ができます,かでできますとか、まあ、そういったあの判断ができますのでそこからそのまたデータを取ってやってその解析するという、まあ、こういったサイクルでもって、えーまあ、システム設計ですとかあの、まあ、シ,システムの,あのアウトプットの その定量的な予測、まあ、不確実性の評価そういったことを進めていけるようなその、まあ、方法論というかものを、えー、提示していけたらというふうなことを考えているところです。でまあげ現在その、えーまあ、我々はその方法を研究しているところがありまして、ね、具体的なテーマっていうのはその 外からまあいただきたいという立場にあるのでえそこでまあその相談のまあ窓口というのを開きましてでまああのまあ今、ホームページを立ち上げてましてでまあメールとかであの受付をしているんですがでまあ対応させていただいてまああの我々の持っているノウハウの提供でまあ解決するような問題もあると思いますしーまああの あのこれからその新しいその方法の開発しないといけないというようなテーマが来ましたらそれをまあ共同研究としてまあ実施させていただくといったことを考えていますま。もちろんそのノウハウの提供でまあ解決しそうな問題でも実際その我々が提供した情報ではあのまああのまあ統計的な考えに詳しくない人とかもいらっしゃると思いますしまあそういった場合にはですね、えー まあ共同研究としてえまあ実施させていただいてよりまあ密な情報交換を進めながら進めていくといったまあ出口を用意しているといった状況でえまあ現在その相談を受け付けているところですえまあこれまでの実績まあこれはそのプロジェクト始まる前からまああのやってるものも含んでるんですがえまあさっきあの前の講演とかでも あ,のあったかもしれませんが細胞質シミュレーションの、まあ、パラメータを推定するですとか、えー、あと局地研さとの共同で、えー、表彰化の年代推定誌を開発したりですとか、えー、あと、まあ、防災科研との共同研究で、えーまあ、いろんなそのシミュレーションの,あの入力と出力の関係があるもとで、えー 将来の気候変動を予測するですとかそれからあ,あとはあの社会データと申しますか人の動きについてのデータとシミュレーションからその人の動きを推定するといった、まあ、いろいろな応用分野で研究を進めていますでこれは、まあ、あの大学研究機関との共同研究を、まあ、ここに出しているのはあの大学とかあの研究機関との、まあ、共同研究なんですけれども 実際には民間企業との共同研究もまあ受け付けていますし、現在進行中のもあります。ちょっとまあ民間企業との共同研究ですと、あんまりあの公にすると不都合な場合もあるからまあ載せていないというだけで、実際進めているものがございます。まあ、そういった形で、本プロジェクトではそのデータ融合計算、まあ、主にデータ同化、エミュレーター開発に関する相談を受け付けて、 でまあ、別にあのお金とか取っていませんのでというか、えーまあ、相談を受けるだけでしたら特にお金取っていませんので、えー、お気軽に、えー、お申し込みください。でまあ、あのこのあとポスター展示もありますので、えー、もしそのご興味がある方がいらっしゃいましたらです、ねえー、ご相談をいただければと思っています。以上ですありがとうございました